ただいまより徳島県立辻高校対福岡大学附属若葉高校の試合を始めます。1回の表、守備につきます徳島県立辻高校の選手はピッチャー森下美奈美さん、キャッチャー松崎涼太さん、ファースト川添奈々子さん、セカンド藤本美音さん、サード西岡彩乃さん、ショート宗本明日香さん、レフト浜里穂さん、センター東根愛理さん、ライト田中千夏さん。福岡大学附属若葉高校の攻撃は1番センター有吉あかねさん、ユニフォームナンバー8、串崎めぐみさん、ユニフォームナンバー6。3番セカンド渋谷舞さん、ユニフォームナンバー10。木村樹里さん、ユニフォームナンバー3。
5番ライト川波瑞希さん、ユニフォームナンバー21。若葉高校の得点はありません。1回の裏、守備につきます福岡大学附属若葉高校の選手はピッチャー山田玲奈さん、キャッチャー藤崎めぐみさん、ファースト木村樹里さん、セカンド渋谷舞さん、サード前田愛奈さん、ショート西野のぞみさん、レフト荻野あさみさん、センター有吉あかねさん、ライト川波瑞希さん。1回の表、徳島県立富士高校の攻撃は1番ショート宗本明日香さん、ユニフォームナンバー1。ユニフォームナンバー20。
森下みなみさん、ユニフォームナンバー18。1回の裏、徳島県立富士高校の得点はありません。2回の表、福岡大学附属若葉高校の攻撃は、6番レッド、荻野あさみさん、ユニフォームナンバー24。7番ショート西野のぞみさん、ユニフォームナンバー16。8番 DP 宮戸にあかねさん、ユニフォームナンバー22。2回の表、福岡大学附属若葉高校の得点はありません。2回の裏、徳島県立
辻高校の攻撃は4番キャッチャー松崎涼花さん、ユニフォームナンバー10。ユニフォームナンバー19。6番サード西岡彩乃さん、ユニフォームナンバー6。
の裏、徳島県立辻高校の得点はありません。3回の表、福岡大学附属若葉高校の攻撃は9番サード前田愛菜さん、ユニフォームナンバー5。1番センター有吉茜さん、2番キャッチャー串崎めぐみさん。
ド渋谷舞さん。創価大学附属若葉高校の得点はありません。徳島県立富士高校の攻撃は7番 DP 高岡理恵さん、ユニフォームナンバー16。ライト田中千夏さん、ユニフォームナンバー14。ユニフォームナンバー12。佐藤玲奈さん、ユニフォームナンバー15。1番ショート宗本明日香さん。
3回の裏、徳島県立辻高校の得点はありません。ダイソーをそのままレフトに入ります。はい、守備の変更をお知らせします。先ほどダイソーに出ました佐藤玲奈さんがそのままレフトに入ります。4回の表、福岡大学附属若葉高校の攻撃は4番ファースト木村樹里さん。6番レッド荻野麻美さん。ファーストランナー、中村ユニフォームナンバー11。あ、セカンドランナー、中村11番入ります、はい。代走をお知らせします。セカンドランナー坂田由紀子さん、ユニフォームナンバー11。西野のぞみさん。
番 DP 岩富あかねさん、福岡大学附属若葉高校の得点は1点です。代走代わって三振出します。守備の変更をお知らせします。先ほど代走に出ました中村佳乃さんが退き、木村樹里さんがファーストに再出場します。徳島県立富士高校の攻撃は2番セカンド藤本美音さん、松崎涼香さん、東根愛理さん、ここ集中よ。